ホームの清水は352を予想しました。前節とはスタメンを9人入れ替えています。ゴールキーパーは権田、ディフェンス3バック右からヘナト・アウグスト、高橋、鈴木、よしのり、そして中盤の右に岸本、左にベンジャミン・コロリ、ダブルボランチはホナウドと竹内、そして大卒ルーキーの斉藤セナがトップした今日がリーグデビュー戦です。フォワード2トップ、サンタナ・リサロとなっています。そしてアウェーの秋田、おなじみの 4-4-2 を予想しました。前節とはスタメンを3人入れ替えています。ゴールキーパーは囲い、ディフェンス4バック右から高田、阿部、川野、斉藤、中盤のダブルブランチ藤山、小柳、そして右に大木の、左に水谷、2トップは丹羽、斉藤、啓太となっています。清水77、秋田が23、随分と差が開きました。そうですね、まあ、この数字見てもやはり長いボール入れれてないし起点も作れないってことですね。はい、水谷から右、沖野からのクロスが入ってきた。囲いの長いボール、ターゲットは川野でした。折り返し、ボールが弾んでいる。さあ、ここで斉藤だ。最後は斉藤龍二、左足を振ってきました。まあ、囲い選手が前線に入れて、まあ、少し処理を超えて少しでもちょっと遅れたりすると、秋田この辺チャンスにつなげてきますよね。竹内、そして岸本、縦への長いボール、リサロ折り返し、ダイレクトでリサロ・アキラ・シルバーノが折り返しました。さあ、まだある。斉藤からのクロスボール、ファーに流れていきます。さあ、再び長いボールが入ってきました。ニア、リサロがクリア、このセカンド拾って沖野、少しフェイントを織り交ぜながらワンツー狙い、しかしまだエリア内ある、斉藤啓太、斉藤啓太、肉離れ、怪我からの復帰2戦目で今シーズン初ゴール。そうですね、清水としても何度か奪えそうなタイミングがあったんですけども、そこを、まあ、秋田の選手が、まあ、諦めずというんですかね、球際でところで勝って、まあ、シュートは本当に素晴らしいですね。しっかり抑えの効いたシュートで、ここはピタッと沖野に渡る。その沖野のクロスが入ってきた、遠いサイド、ヘッドでクリア、鋭いクロスが入ってきました。局面局面で、まあ、質の高いボールですよね。フォワード2トップは変わらず、ホナウドがアンカーに入って、さあ、ここは北爪、そのまま持ち運んで、中には4人の選手がいる、遠いサイドシュートだ。ダイレクトボレーはベンジャミン・コロリ。まあ、早速選手交代の意図っていうのが見えましたね。岸本から前へ、そして北川、さあ、これはまだ残っている北川からのクロス、ファーサイドは北爪です。北爪から中入れていく、ヘッドすらしてチアゴ・サンタナ、渡るか、シュート打てるか。非常にいいゴールですね。やはりこういう一番危ないところにサンタナ選手いますね。まあ、最後は囲い選手はうまく体に当てましたね。ナイスセーブですね。白崎は最高峰、高橋、失礼、岸本、中上げてくる。さあ、中シュート打てるか、こぼれたところ、白崎シュート、ナイスセーブ、白崎ナイスシュート、囲いナイスセーブ、見応えのある局面でした。多くの選手がエレー内に入っています。岩谷から縦差し込んだ、
北川、そしてチアゴサンタナ、しかし囲いのセーブ。中へのボールを狙っている、その権田から高橋裕二がターゲット、落としてチアゴサンタナ、コントロールする。2人の選手がいますが、サンタナ一度下げて、そして井林のクロス、中入ってきた、打てるかどうか、こぼれ球、まだこぼれている。そして北爪のシュート、しかしクロスバー、もう一度押し込む、胸で受けて白崎、まだこぼれている、押し込めるかどうか、最後は囲い。いや、素晴らしいシュートでしたね、ミドルシュート。ホナウド、そして北川、切り返して北爪、北爪のシュート、そしてここでタイムアップ。長かった、長かった勝利までのトンネル、ブラウブリッツは来た、7試合ぶりに抜け出しました。5月14日いわき戦以来の勝利、強敵清水相手に果たしました。